桂キャンパスの安全衛生講習ということで、タイトルは、概要と一般安全衛生ということで、安全衛生センターの松井康人が、発表します。まず我々のいる桂キャンパスなんですけども、私の所属する緑色に見えるですね、安全衛生センター、環境安全衛生センターのほかに、保健管理センターというのと、工学研究が付属のですね、情報センターというのがあります。で、保健管理センターの方は、今保健科学センターなんですけども、こちらは、外来の診療であったりメンタルヘルス、それから、情報センターの方では、情報に関するセキュリティであったりメール、ホームページのアカウントの発行などを担当しております。で、今日は私どものいるその環境安全衛生センターの役割について、主な概要をお話しします。はじめに、私の発表では一番大事なところなんですけども、桂キャンパス内の緊急連絡先ですね、これが一応3500番と決まってます。で、内線、学区内にある電話受話器を持ってもらったら3500回してもらったら内線につながるんですけども、皆さんのお持ちの携帯電話からかけるときは075-383-3500ということでおかけください。他にですね、状況に応じてもちろん、火災であったり救急車を呼ぶ場合は、外線の119番、110番に回してもらうことになるんですけども、この場合外に電話をかけることになりますので、内線を使用される場合は頭に0をつけてから、119、110を回してください。で、もう一つですね、3500番に連絡する前にですね、ちょっと注意していただきたいことなんですけども、もちろん、3500番は緊急連絡先ですので、単純にですね、街灯が切れているといったレベルで、おかけにならないでください。24時間もちろん、スタッフが常駐してますので、ご迷惑のないようにお願いします。それから万が一が起きてですね、かける場合があっても、1番何が起きているか、そして2番その場所はどこで起きているのか、で3番は、連絡をされた、お名前とですね、連絡先を告げていただきまして、電話をお願いします。その他ですね、防災施設がいろいろございまして、防犯カメラも要所要所についております。から緊急連絡装置というのも各クラスターについてますので、何かあったらボタンを押したり、受話器をお取りください。その他、火災についてですけども、天井の部分にですね、火炎放置器、探知器、それから通報器というのがついております。でこちら作動しますと、このスライドにあります通りに、最初にですね、女性のアナウンスが流れます。で、あくまでこれは確認していますので注意してくださいというアナウンスなんですけども、続きまして男性のアナウンスで、火事です、火事ですということが流れます。この時点では火事ということが確認できますので、速やかに、この段階で、避難をお願いします。他にですね、講義室で、放送がですね、授業の放送が一旦途切れたり、エレベーターが管制塔の運転、それから、防火扉が、自動的に開いたりするんですけども、有事に備えてですね、このような施設一応目を通して確認しておいてください。桂キャンパス非常に広いですので、避難場所ここに逃げてくださいというのは、完全に指定はされていません。ただスライドにありますように、赤い部分であったり青い部分にですね、広い敷地がありますので、そのケースに合わせて各自逃げていただければと思います。あと次につい、地震についてなんですけども、キャンパスのですね、すぐ横にですね、このスライドの右の方の図になるんですけども、断層が走っています。でキャンパスのすぐ横にありますので、地震が、ひとたび起きますと、地滑り等の被害がかなり大きいと予測されます。地震があった際もですね、落ち着いて行動して、揺れが収まった後に避難していただければと思います。次に桂キャンパスの高低差についてのお話です。Google マップから地図を持ってきたんですけども、ご覧の通りですね、一番下を9号線の入り口のあたりを、下と考えると、標高がですね、150メーターぐらいまで、高さがあります。自転車で毎日上がられる方は、かなりこの高さを実感されていると思うんですけども、お帰りの際もですね、ブレーキかけながらでもかなりのスピードが出ます。特に、9号線の、国道に出る手前ですね、直線が続くところなんですけども、カーブがないにもかかわらず、事故が非常に多いエリアとなってますので、ぜひご注意ください。あと図の中にですね、青色の四角があるんですけども、横断注意と示します。ここはですね、横断歩道がない箇所なのですが、バス停があることによって皆さん道路を横切ることが、多々あると思います。
次のスライドに、B クラスターの、あ、じゃ A クラスターのですね、京都大学の、バス停があるところの前の、拡大図を持ってきたんですけども、車が発見されてからですね、勾配があることによってかなり、短い時間で車が、到達することになりますので、渡るときはですね、基本的には渡ってほしくないんですけども、万が一渡る際にですね、左右をしっかり確認していただければと思います。で、私の方から最後なんですけども、自分の身は自分で守るということを、基本にですね、日頃ですね、そういう災害がないことが一番いいんですけども、あった場合にも、備えれるように日頃から、施設の確認であったりトレーニングをお願いします。で、そのトレーニングなんですけども、当センターの方では、毎年ですね、4月春の段階では安全衛生環境安全衛生月間というのを設けてまして、その期間と秋にも、空気呼吸器の装着講習であったり、普通救命講習などを行っております。ぜひ、参加されて、ご自身で備えていただければと思います。私からは以上で発表を終わります。